実はですね、昨日収録が終わったらですね、これ私の愛用の蝶ネクタイの紐がですね、もうここからぶっつりと途中から切れてるんですよ。こうやってですね、ブチッと切れて、とかってできる、慌ててですね、あの近所の100均にですね、100均なんですよ、これ。で、買ってきました。で、今からちょっと初装着ですね。ちょっと待ってくださいね。よっこいしょどうしょ。よっこいしょどうしょ。やっぱですね、この100均のがいいんですよ。あの実は前いっぺんですね、あの正式の蝶ネクタイをですね、この赤で作ってもらった業者さんに、そしたらですね、あれむちゃくちゃ装着が難しいんですよね。あのこう後ろでこう止めないかんですよね。で止まらないんですよ、急に。でやっぱりあのこの100均のゴムですから、これがパッとつく。それとですね、やっぱですね、あちょっとこれ画像が上に向いてるな。あの今到着しました。あの100均のがでかいんですよ。あの正式のはこうちっちゃいですね。やっぱどんぐらい作ってもらって、あのほらコナンがしてるような感じになるんですよ。ですからやっぱもうバックレッカーなと思って、やっぱ私には100均がよく合います。おろちょうど今なんかあ団地 あの清掃のご挨拶みたいですね。はいはい、びっくりいたしました。はいはい、もう本当団地の皆さんですね、毎朝ですね本当お騒がせしております、ごめんなさい今日は清掃みたいですね。はいはいはい、ちょっと装着も終わりましたので、さあ一発今日も頑張っていきたいと思います。あら、ちょっと顔が隠れるな、もうちょっと上だな。おいしょー、よっこいしょよっこいしょー。はいはい、おピンポンパンポンだって。はい、ピンポンパンポン。1月の13日日曜日、団地は一斉清掃、私は夜7時まで営業。さあ、いつものお約束、今日も元気に営業中。うわっかしゃ、よだれが。はいはい。まあですね、やっぱこの、やっぱいいね。やっぱこれが何がいいんだみたいなですね。はい。じゃあ、こう、しょうもないおっさん、今日も一日、頑張りまーす。